近やけにシュンとユウの仲がいいのよね。まあシュンは誰にでも優しいから仲良く見えるだけなのかもしれないけど、問題はユウよ。あの子シュンのこと本当はどう思ってるのかしら。ユウ、練習中シュンに可愛く話しかけたりして。いや、あれはチームワークで必要なことだから。でもシュンのうちに一人で黙って遊びに行ったり、いや、あれはミオちゃんが一人だと寂しいからって気を使ってくれただけで。そうよ、気にすることはないわ。私はシュンと幼馴染でずっとシュンのこと見てきたんだから。シュンだってのぞねえのぞねえって慕ってくれてるし、何も心配することないわ。ずっと昔からの仲なんだから。いや待って、もしかしてこれって幼馴染は負けフラグってやつ？もしかして私負けヒロイン？シュンとのぞみって仲がいいんだよな。まあシュンは誰にでも優しいから仲良く見えるだけなのかもしれないけど、問題はのぞみ。あの人シュンのこと本当はどう思ってるんだろう。のぞみ、いつもシュンに朝ごはん持たせてあげてるし、いや、あれはシュンのお家が大変だから助けてあげてるだけで。でもいつもシュンの世話を焼いていろいろ面倒を見てるし、まあ、いや、あれはシュンが大変で困ってるところを手伝ってあげてるだけだから。そう、気にすることなんかない。私は爆裂くんとしてシュンとは幼馴染、チャットでシュンの相談を聞いてるし、シュンだって爆裂くんのこと親友だって思ってくれてる。何も心配することなんてない。本当はずっと昔からの仲なんだから。いや待って、もしかしてこれって幼馴染は負けフラグってやつ？もしかして私負けヒロイン？